番プレーンな状態でやってるのはすごい面白いですね。初版版でやろうって決めたのは、まあ一応僕が提案して、で、いいんじゃないかという。小説とかのこういう言い回しとか、キャラクターが、アキラさんの年齢とも近かったんで、いいんじゃないかって話で、で、アキラさんも初めて小説読んだのいくらりがあって、それで、あ、なんか面白いね、まあ、こんな文章書いてんだね、みたいなことで、こういうのどんどん取り入れて作りたいですっていうところを、まず、話してる感じです。僕も大切な作品なんで、伝えたいんであれですけど、はい、多分もう、一生理解できないまま、離れちゃった大切な人みたいな感じで、多分年が劣ったりとか、僕が昔見た熱海の解釈と今の解釈も違うし、多分10年後はまた違うだろうし、でもこのメンバーで言えるのは今しかないし、だからそこを一生懸命やるけど、でも一生追いつかせてくれない、一生憧れ続ける作品なんだなっていう感じは、その60年70年代安保の時の空気と今の空気がめちゃくちゃ似てるって言ってて、それは論破の空気だ。はい、俺は正しいことを知ってる、お前は間違ってるっていう空気がすごく今と60年代似てるって言ってて、なるほど、塚さん作品はいろいろ相手振り回して、結局お前分かってないな、分かってないな、突き詰めて分かってないな、じゃあこうだとどうなの、分かんないなって、いっぱいフェイントとか嘘いっぱい散りまいて、でも俺は人は人を殺しちゃいけないってことを知ってるけどな。でも熱海殺人事件って本当にめっちゃウェットにもできるし、コントで終わらしちゃうこともできるし、浜辺ももしかしたらもう爆笑するシーンにできちゃうことも可能なのか、ものすごいなんかこうやっぱ塚さんの懐深いっていうか、もうなんていうか弾力性というか、やっぱすごいどんな解釈も可能だから、本当にだからもういろんなことができちゃうから、僕らもそうだし役者さんもものすごいなんていうか負担が大きいチャレンジングなこと、これを一個やるっていうのはやっぱすごいことですよね。熱海殺人事件。